さて、では配っていきますね。まずは占い師の方をお呼びしたいと思います。佐原さん、こんばんは。あなたは占い師です。では、人狼ではない方をお一人お伝えいたします。橋本さんは人狼ではありません。それでは待機場に戻ってください。では次行きましょう。 次は騎士の方小松さんこんばんはあなたは騎士です頑張って村人を守ってくださいそれでは待機場に戻しますそれでは次行きましょう次は霊媒師の方を踊りさんこんばんはあなたは霊媒師ですそれでは頑張って村人を助けてくださいそれでは待機場に戻します では次、狂人の方をお呼びいたしますマネージャーさん、こんばんはあなたは狂人です頑張ってくださいでは待機場に戻しますよ大丈夫ですかはい、わ、はい、かりました <laughs> 頑張りますはい。<laughs> なんか声が違うんだよな、今日待機場に戻します <laughs> それでは人狼お二人を召喚したいと思います お二方、こんばんは。あなた方、お二人は人狼でございます。それでは今から1分間のお話を始めてください。やったー。ハム、ハムザ、ハムザ、マイクがミュートになってるぞ。はい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 、OK。いや、これね、もう来たわ。もう完全に来た。でも、鶴君はめっちゃ喋って疑われると思うんですけど、<laughs> 俺、人狼で得意なの、めちゃくちゃ黙ってる市民舞台なんですよ。 オッケーじゃあ、ごめんなさい。僕はですね、じゃあ、ハムハムはういうふう。めちゃくちゃ市民ずらし続けたい。オッケーオッケーじゃあ、僕は、ぬるっとしつつ、でもね、ようしようかな、役職。まあまあまあ、お任せします。じゃあ、いで、占いでいくわ。まあ、じゃあ、嘘つき続けてください。嘘つき続ける。で、もう普通にハムザもさ、あの、 あの身内切りみたいな感じな余裕でやる余裕でやるやば <laughs> やったー楽しみすごーい楽の悪い2が出ちゃいました、ね、<laughs> <laughs> しいお頑張りましょうとりあえず殺されない <laughs> はい、はい、終了でございますそれではですね二人を待機所に戻しますのでマイクのミュートお願いいたしますいやーすごい二人が選ばれましたね皆さんもどうなんでしょう待機室に戻しましょう さて、えー、とこれからですね皆さん、待機場に戻りましたので皆さんを召喚したいと思います1番から9番の人たちを全員紹介していきますのでまずはマネージャーはいはいマネージャー2番、る3番、ハムザ4番、クラシナ 五番踊り、六番小松、七番モモ、八番橋本くんで九、えー、番サハラさん。はい、それでは皆さん、今役職の方。 渡しましまた先ほどもルール説明の時にも言いましたけれども、呼ばれなかった方は村人です。今この場で何も呼ばれずにこの場にいるっていうことは村人というふうな捉え方になります。それではですね、えー、今から4分間のお話し合いを始めてもらいます。皆さん、マイクのミュートを消してください。それでは4分間、どうぞ。おはようございます。 よろしくお願いします。お願いします早速いいですかいいですかもう先に出ていいですかはい。占いです。占いです。対抗いますか対抗自己紹介よりも前に。対抗いますか対対抗抗ってぐに占い師がいないかっていうことですね。俺占いです。佐原さん占い。自称占い 自称占い師です。これ、自称っていうか占い師ですね。オッケーえじゃあ、結果、<laughs> 結果どうしますじゃあ、僕から言っていいですかはい。えっとね、踊りさんが白。村人です。<laughs> でその、役職の理由は、ね、理由っていうかね、もう最初に伝えられるのもランダムなんで、僕わかんないです。あっ、そう,そうそう。もう占い師に伝えられてるんだ。伝えられるのがもう誰っていうのは最初決まってるので。<laughs> じゃあ、ルールはい、ね、あやふやん 占いい先は決まんなす僕は橋本さんが白です。橋本さんが白です。村人です。村人サイド。はい、村人サイドちなみに私言えないですけど役があります。で、僕が今占い師って鶴ちゃんが言われたときにちょっと考えて。 あんまりこう、離れしてないというか、うん、そんなに熟知してないから、うん、ちょっと一瞬考えたんですけど、うん、でも言っとかないと危ないなって思って、これ、どっちかが嘘ついてるってことですよ。どっちか嘘ついてるんだけど、うんうん、もう俺の中で、つるちゃんはもう悪ですよ。うんうんうん 早いちなみにちなみにいいですかいやそりゃもう当たり前で僕,僕目線だとサハラさんはとりあえずまあ多分人狼ではないけど多分この感じだったら強人なのかなっていう印象単純にうんわかんないもう初のこのゲームでなんか人狼でそこまで多分いやでもサハラさんワンチャンあんのかないやわかんないけどたまあ多分、ね、強人だからまあ、ね、まあ別にま、まあ、釣り先にしてもいいしとりあえず放置でもいいのかなとは思ってます うん、そうですねなんか二人釣るのもありですし、うん、今白出しされてない僕と橋本さん以外の何も喋ってない人たちを釣りにかかるっていうのも手ですよねきっと。ですねぶっちゃけまあ僕目線だと僕が真だとしたら佐らさんがまあわかんないですけど多分グレーなんでだったら、まあ、別にそこを急がなくてもいいのかなっていう。 ですちなみに僕の声はですね皆さん配信のみにしかないます。そうするとしたら誰なんだっけこれすごい鶴ちゃんと俺にんかすごいなって言ういセオリー的に言うと、ここで鶴君とサハラさんは残して、あと白田しんとそれも絶対に残した方がいいと思っていて、本当に僕、しなさん、もさんの議人の中から投票していくのがセオリー通りだとは思います。 ね、小松もそうですね、さんも、はい、4人そうですね、マネージャーさんは一応あるとおっしゃっていたので、<laughs> まあ、このターンで行ってしまうっていうのは、ちょっとよろしくないと思いいまます。すすでね、ね。かきただ、個人的には、まだ2人なんで、ちょっとややこいけど、<laughs> 騎士の護衛先は僕にしてほしいな、なね、村的に。 いいいやすよめちゃくちゃ強く出てますね。や僕目線なんで、それは。僕目線なんで。時間ない、時間ない。だって、やばい。だってね、別に媒霊媒のシーンも出てないから、まあ個人的にはそれは自分守ってよって言いたくなるでしょう。それでは皆さん、話し合いは終了でございます。マイクをミュートお願いいたします。 それでは1日目4分間の話し合いをが終わりいたしました投票の時間が参りました本日は1番の方から質疑応答投票をお願いいたします、えー、流れとしてはですね、えー、と1番の人が誰に質問したいかその人を名指ししてもらって質問してもらって答えをいただいてそこから投票していただくという形の人狼でございますそれでは1番マネージャー マイクのミュートオフにしてくださいどちら様に質問をされまする、えっと、あ6番の小松さん6番小松さんでは小松さんマイクのミュートオフにしてください、はい、では質問をお願いいたします <laughs> <どう S 1> あごめんなさい1分ですね <laughs> はい,今決いはいめまはどうぞ小松さんさっき何もあの話してなかったんですけど、はい、それはあれですあの緊張と 一番ペーペーなんで話せないっていうのを組み取っていただけるとありがたいです <laughs> に当に <laughs> それは、はい、オードリさんも分かってくれると思いますけど。はい。ど僕は村人ですこれでも村人って言っちゃ,言言っ,ちゃっていい,いいんですか大丈夫。村人。うんうん、大丈夫です。村人です、うん。ちなみに僕の声は聞こえてますけど えじゃあ、誰が怪しいと思いますでも、どっちかが嘘ついてますからね。で,ねでも、浜田さんが結構喋ってらっしゃるなっていうのは思いました。そうですよね。どっちが嘘ついてると思いますなるほど、なるほど。とりあえず、これどいい、ね、行くかだろうね。うはい、終了でございます。それでは、マイクのミュートをお願いいたします。 では2番、つるちゃんの方からですね、質問したい人、マイクのミュートまずオフにして質問したい人をお願いします。うーん、どうしようかな。じゃあ8番のコータ橋本。<ら>はい、それでは1分間の質問をお願いいたします。あ、質疑音ですね、どうぞ。お願すおます。ここが結構ネックになるんじゃないですかね。んかんーまあこの ターンで、僕とサハラさんの精査をつけるのはちょっと早いなと思っててうん、うん、個人的にはだからとりあえず占い先をどんどん出していきながらどっちが真か決めればいいと思うんですね、うん、僕はだからうん、うん、とりあえずあんま喋ってないまあ、僕目線だと倉科君とかももさん小松さん橋本君あたりがどんな感じに思ってんのかなっていうのをとりあえず聞きたいなと思って。ちゃ、うんは悪だね。うん 僕流れ的にあのやる気のある通さんがすぐ死ぬのがちょっと面白いなとは思ってす <laughs> 個人的に <laughs> それはなんか突然市場が入りまくってるっとす。この二人の会話は皆さんに聞こえてそうなりたいなっていやあのと思僕 <laughs> 行きたい。<laughs> <laughs> あ,あすごい,い<や>もう3秒しかない,い終了でございますそれではマイクのミュートをお願いいたしますまそれではですね3番のハムザさん質疑応答誰に質問したいか投票していいですか僕あそうだごめんなさいマネージャー投票してなかったわ <laughs> ごめんねごごめん、えー、とごめんんなさい俺間違えた、えー、とマネージャー投票したい人をごめんなさいマイクミュートをオフにしてもう1回お願いしますごめんね <laughs> そうだねありがとうつるちゃん 私が投票はい忘れてたわ完全にじゃあとりあえずつるちゃんとサハラさんを残してハムザさんに投票します3番ではハムザはいでは2番つるちゃんの投票をお願いいたしますはいえー、ちょっともうしやられてくれって言われちゃってるけどどうしようかなじゃあちょっと じゃあ、倉科さんに1票入れます。はい。では、倉科1票でございます。それでは、3番、ハムザー、マイクミュートをお願いします。それでは、1分間の質疑応答、誰に質問いたしたいですか ?4 番、倉科さんにお願いします。はい。では、マイクミュートオフにしてください。1分間、どうぞ。ご無沙汰してます。お久しぶりです。新作めっちゃよくて、結構聞いてます。南なみで、マジで、激バズりしてるんですけど。そういう。すごい黙られてたんで、こういうのいいね。どううい 感じだったかなんで、言うことも特にないんで、なるほど黙ってました。ああ、あれこれ、これどうしようどうだこの初日が一番難しいよね、やっぱね。いやー、そうですよね。ねいや、言え、ちょっとこのターン言えないことがあるんですけど、ただ僕はやり残したことがこの村にあるので、行きたいなと思っていて、<お>その黙っていた。 皆さんの中から誰かに投票しようと思っています。えっ、ー、と、倉ら<れ>さん結構人狼やられてますかいやー、3回ぐらいかな。あー、なるほど。メイプルハウスで何か1回、やりました。やりました。わか, <laughs> かりました。ありがとうございます。僕はもう無害なんで、よろしくお願いします。はい。生かしてください。はい、終了で大丈夫ですかで終了ですね。ごめんなさい。それでは、倉下さん、マイクミュートお願いします。ハムザさん投票をお願いいたします。えー、迷っ じゃあすみません、小松さんに1票を入れさせてください。はい、では、小松さん1票お願いいたします。では、マイクミュートお願いいたします。4番、倉ラシナさん、マイクミュートオフにしてください。質疑応答したい人、お願いします。うーん、そうですね。じゃあ、えー、同じかあまり話されてなかった7番のモモさんに。はい、では、モモさん、はい、マイクミュートオフお願いいたします。 では一分間の話し合いどうぞはいはじめましてはじめまして桑田と申しますあももですよろしくお願いしますこういう会話もね桃さんもやはりあれですか暮らしなさんって嘘つけなそう喋るこないという感じでそうですねちょっと最初はあの情報を皆さん本当はじめまして鶴ちゃん以外はじめましてなのでちょっと聞きに徹してしまいましたそうですよね最初は僕もあのそもそもこう 大人数の会話があんまり得意じゃなくて黙っちゃうっていう <laughs> あーわかります超わかります,すまあじゃああのなんていうか無害な方ということで,で無害ですよじゃ同じ身分ですね、うん、同じ身分だと思いますだとしたらもう村からしたら僕らは生かしておいた方がいいということですよねいやもちろんです、うん、はい <laughs> すごいなわか,、ね、かりましたこうう、ね、じゃあそれを信じて投票したいと思います何卒お願いします <laughs> はいよろしくお願いしますお願いします どうしようかな <laughs> 迷いますねはい終了でございますそれでは投票をお願いいたしますうんうん難しいですねちょっと票を散らしておきたいので、うんえー、8番の橋本さんに投票したいです、はい、それでは、はい、橋本さん一票になりますのでお願いいたしますマイクのミュートお願いいたしますありがとうございます5番バップ踊りさんマイクのミュートオフお願いいたします <laughs> それでは質問したい人をお願いいたします 六番小松にお願いしますいいですねそれでは一分間の話し合いどうぞすみませんね今日ね昨日の夜中に急に誘って急に顔出しで放送される後輩の気分をちょっと聞いとこうかなと思う <laughs> いや本当です助けてください <laughs> <laughs> あとやっぱりこのミュージシャンの皆さんが並んでいる中であの誰を釣るとはい 精神的に得かなって思うとスタッフの小松さっさとつっていなくなってもらった方がいいかなってちょっと思ったりして。<laughs> いやいや,いやで,でもなんか小松がもしちょっとなんやり残したことだったり、今局面的に怪しい人が見えてたんだったりするとちょっと伝えといていやでもいいよ怪しい人が分かん。そうなんですよね。らしい頑張れ。今まあ確かにさっきハムザさんが喋りすぎなんじゃないかとかいうちょっとこう言ってたじゃん。たし子さんとかでしながら。いいね、でも一理はあるんだよねいいよ確かに。 そうですよね,とね今そうか、僕も一票。今、散ってますね、これね。どうしました意外と大事なんだよ。5番目の票って誰に入れるかが。よく分かってらっしゃる。殺さないでください。終了,終了でございます。<laughs> それでは、マイクのミュート、小松さん、お願いいたします。はい、では、オドリスさん、投票をお願いいたします。小松で。お ははいでは小松さん2票目なので2本指お願いいたします。それではマイクのミュートをお願いいたします。バップ小松さん6番ミュートオフ解除してください。質疑応答のお時間でございます。誰にご質問されますかサハラさん。サハラさん。それでは、はい、1分間の話し合いどうぞ。はじめま,して初めまして。よろしくお願いします。 今すごい局面に立たされてるんですけど、そうですね <laughs>。こういうのがいいんです <laughs> 原さん的な読みはどんな感じですか他の皆さんの僕はあのさっきも言って占い師なんですけど、ちょっと次もうネタバレしちゃいますがあの、ちょっと踊りさんと話そうと思ってまして。うん、で、<の>僕は橋本さんが白だって言ったじゃないですか。覚えてらっしゃいますか最初に橋本、はいで。橋本さんが それで僕を信用してるかどうかが橋本さんに分かるんです。橋本さんは僕は白だって思っているので、それで橋本さんが僕に万が一入れたりしたら僕は怪しいと思うけど、これで僕は嘘ついてるかどうかは橋本さんの投票で分かります。僕がやるかどうか。でうね、橋本さんと踊りさんは何、はい、一つ器用に言ってますよね、今現状。どっちかは嘘ついてますよでね。はい、誰かって振ってください、僕に。 もう回はい。それでは終了でございます。<laughs> では、マイクのミュート。あ、えっ、ー、と、ミュートの前にですね、小松さん、ごめんなさい。投票をお願いいたします。えー、品さん。倉ラさん。はい。倉、はい、ラさん投票2でございます。では、マイクのミュートをお願いいたします。7番、ももさん。それでは。 マイクのミュートオフにしてください。疑応答の時間でございます。誰を指名されますかどうしましょう小松さん。小松さはい。小松変で。はい。では行きましょう。どうぞ。ここ結構重要だと思います。僕は個人的には。何を出演するかが結構大事だと思います。か僕はこのまま。 あの処刑、うん、村人の方たちに処刑されていくのであれば、うん、村あの最後に言い残したいことがあるので、はい、くちょっとまだ振ってほしいというか死にたくなないんですよ <laughs> なるほど <laughs> 面白いねこれは小松さんが騎士なんですね。 だからはい始めましたですすごいあのふらふられてそんな喋れないんですよ僕はもう調整ペス急にこてて混乱してるいんですよねただこれでほらこの差しトークがちょっとなかなかちょっだからわかったなっていう感じもありますけどねいやそうですねお気持ちはお察ししますはいそれは三秒です行きますよわかりましたありがとうございます十秒でございます。 それではマイクのおお願願いいいししまますすももさん投票たどうしよういやすごい怪しい人はいるんですけどいやめちゃめちゃ怪しいなって思ってるんですけどでもどうしようかなちょっと私も散らす方向ではらさんはいでははらさん <laughs> 1>, 1個お願いします で今ですね投票されている方、もう一度あのリセットしたいので、何本されてるかちゃんと出してください。ごめんなさい。はいありがとうございます。それでは、ももさん、マイクのミュートをお願いいたします。8番、橋本君、マイクのミュートオフでお願いします。質疑応答の時間です。誰に質問されますかじゃあ 5, ?5 番の踊りさん,りさんで。では、1分間の、どうぞ。 めましてよろしくお願これってちょっとルールの確認みたいになっちゃうんですけどいい、うん、いいねいいね人狼側と強人って、うん、お互いを知らないんですよね。そうですねだから人狼になってる人たちは今強人が誰なのかを探していて僕は鶴さんとハラさんどっちかが。 狂人として占い師を名乗ってるんじゃないかなとは、いらんでは。なるほど。もしかは人狼だけど、前に出て、二人ともやりたがってたんで、前に出てきちゃってありますけど。確かに。そう、教人だけじゃないですもんね、嘘つくの。人狼も嘘ついて、前に出てくる可能性は全然ある。なるほど。しゃ喋り出してるやつがちょっとあれな可能性も高いってことですね。そうですね。なるほど。 うん、終了解です。いますそれでは、おどりさん。ここで、マイクミュートお願いします。橋本くん、投票お願いします。えー、僕はあの、つるくぼさんで。つるちゃん。では、お願いします,で,すではマイクのミュートをお願いいたします。では、9番、さはらさん。マイクのミュートをオフにしてください。質疑応答の時間でございます。はい、誰を指名されますか、えー、バットおどりさんで。おどりさんで。では、1分間、どうぞ。 小鳥さん1個質問なんですけどあのー、小松さんに票を入れた理由っていうのは、うん、あのー、面白いから入れたのか割とガチめなのか <laughs> どっちですかもう消去法ですねこれ本当にあのー、何も今のところ、うん、えと動きがない人で潰していくんだったら誰にしようかなと思ってで まあ先輩先輩として後輩を指したっていうだけです、ね、なるほどあんま深い意味はないそうですねちなみに踊りさんってなんか役職あるんですかそうですねもらってるちょっとこの後披露していきたいなと思ってますなるほどね人間のいろいろがありましたでもね俺橋本さんがごめんなさい最後に 言うと橋本さん俺、素人、うん、だなって言ったけど、狂言師の可能性もあるんだよね。そ素人の中あそうで。すね巨人こ、ね、れを何で質問したのかってことでちょっとブレました。終了でございます。<ー>それでは、バップさん、バップさんじゃねえや。バップ踊りさんミ見ートお願いいたします。バップさんは会社ですね。では、サハラさん投票をお願いいたします。ハムザさん。ハムザ。ムザはい。それではですね、今、えー 2本指立ってる人だけお願いいたします。ハムザさん、クラシナさん、バプコマツの3人で投票決戦ですね。えー、と、一応ですね、弁明をお願いしますので、えー、1人ずつ弁明をこれからやっていきます。で、順番が3、4、6でございますので、ハムザ3番、えー、4番、クラシナ 6番小松の順番でやっていきます。それではこちら30秒ぐらい、まあ1分とかにしますかね。分であ30秒で弁明お願いいたします。いきまーす。ではハムズさん、マイクミュートオフお願いします。どうぞ。えっと、このターンに釣られるのは、理想は人狼なんですけど、役職がある人は釣らないべきだと思っています。さっきいっぱい喋ったのは橋本さんが初めてって伺ったんで、まあちょっとその。 この人はやっぱ経験ですよ人狼のセオリーっていうのはこういう感じですっていうのを一応お伝えしたいなと思って、うん、で僕はちょっとこの村に、えー、うまく言えないですけどやり残したことがあるのでできれば生きていたいかなと思っていますよろしくお願いしますはい終了でございますそれではマイクミュートオフあオンにしてくださいごめんなさいでは4番倉科さん30秒の、えー、弁明をお願いいたします倉科さんどうぞ はいえー、僕、よくあの人狼やるとこの最初の初日でなんか謎に殺されるところがあるんですけれどもれえのまあ普通にえのあの今回は一般市民ですのであの村のために生きていたいなと思いますしどっちかというとちょっといろんな疑惑が今はもうすでにかなり上がっているのでどこかしらを指しておいた方がいいような気はしています。 なので、ええー、僕を殺すのはちょっともったいないかなという気がしてます。終了でございます。それではマイクのミュート、お願いします。はい、それでは、六番、バップ小松さん、弁明お願いいたします。三十秒、どうぞ。はい。あの。か確かに、この中で、一番最初に殺されるべきなのは。あの、番組の面白さ的には、私な気は、過ごしするんですけど。じ <laughs> ゃ、ダメだよ、小松さん。 そうじゃないんですよあの言っちゃった方がいいんじゃないか <laughs> <の>人狼的には私を殺さないでほしいです。ね、あと、こんなペペが村人って言ってそれをいきなり嘘つかないので、小松そのまんま村人です,です、ね。終了でございます。それではですね、これから投票1番から順番にやっていきますので、1番マネージャーから投票お願いいたします。 この3人の中でですね。はい。あすみません。何も語らず投票だけでお願いします。あはい。えっと、6番の小松さんで <laughs>。はい。では、マイクミュートお願いいたします。鶴さん、マイクミュートオフにお願いします。はい。えっ、ー、と、四番、倉科君で。はい。では、マイクミュートお願いします。5番、バップ踊り。今、ちょっとやばい音声入ってたよね <laughs>。5番、バップ踊りお願いします。 小松,で小松さんはいそれでは七番ももさんお願いしますハムザさんハムザはいで,では8番橋本君お願いします倉科さんではいそれでは9番サハラさんお願いいたしますこれハムザさんって言ったらどうなんですかまた 弁明3人でやってもらいます。<laughs> ハムザさんでお願いします。それでは、ハムザさんから始まります。30秒どうぞ。えっと、今、急にギャラリーが増えて、1、2、3、4、5、6人いるんですけど、<laughs> この人たちのためにも、もうちょっと残ってみたいです。なんか2周目の弁明、めちゃくちゃむずいですね。特にないです。先ほど申し上げました通りです。はい 終了で大丈夫ですか。か大丈夫ですはい、それでは <laughs> マイクミアソン。いいはい、それではですね、倉ラさん、お願いします。はい、はいきますよ。はい、どうぞ。夫よ、どうぞ。はい、えー、まあ、この3人の中だと、まあ、やはり、ハムザ君が一番ちょっと現状は、うん、怪しいところがある気はするんですけど、 そうですね。何を言えばいいんだろうな。う難しいですね。難しいですよね。確かに。僕的にはハムズ君ちょっと怪しいのかなっていう気はしてるかなと思います。はい、終了でございます。それではマイクミュートをお願いします。小松さん、マイクミュートをお願いします。はい、それでは30秒今からスタートです。どうぞ。すみません。僕ももう言うことがあるので、<laughs> こんなに急に。 人前で喋ったことないんであれなんですけどてっていうぐらいなんであのいきなり何かで嘘ついて何かとか絶対して目立とうとしないですよ村人です以上ですはい大丈夫ですはいかしこまりましたそれでは、はい、マネクミュートお願いしますはい、はいはい、それではですねまた投票をお願いいたします一番マネージャーからお願いしますどうぞ 変えません。六番小松さんで。はい。鶴さん。ちょっと決着がつかなそうなんで、もう小松さんにします。五番踊り。小松で。七番ももさん。小松さんで。八番橋本さん。決まった感じではあるんですよね。 一応一応投票ははい。あ,あ、じゃあ、僕、倉科さんで。はい。で、9番、佐原さん。小松さんで。はい。それでは、こちら、処刑されたのは小松さんでございます。小松さん、このままビデオを停止するだけでございます。音声は行き,行きますので、そのまま見。 見といてください。もしくは配信の方を見てください。それでは小松さんがショーケーした。はい、リュウ君,、はい、ュウ君すみません。言ますあ,あ、そうだユゴだ。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。小松さんもう一回戻ってきてもらいます。はい。でユ言お願いします。はい。あの楽しませていただきます視聴者として <laughs>。あのあえて何も。 自分に関しては言わずでますこれこ大事ですよね、はい、小松騎士ですからねはいはい、ありがとうございます,、はいすはい、それではビデオの停止いたします、はい、マイクのミュともお願いいたしますはいそれでは小松さんが処刑したされたのにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいりました皆さん一旦待機所でお待ちくださいえーとですねこの しさんを待機場に戻しますそれではまた後ほど。つるちゃん待機室。ハムザ待機室。ラッシー待機室。バップ踊り待機室。ももさん待機室。橋本くん待機室。サラさん それでは皆さんですね、えっ、ー、と、こういうふうにゲームを進めてまいります。えー、今、小松さんが、えー、これ、天国にいらっしゃいますが、このままゲームを見といていただきますので、マイクをのミュートはそのままにしてください。それでは役職を順番にお呼びしたいと思います。まず、棋士の方をお呼びしたいんですが、小松さんが処刑されましたので、騎士の方はいらっしゃいません。次、占い師の方を 占い師はサハラさんですね。サハラさんこんばんは。では、占いたい方をお願いいたします。ハムザさん。ハムザは人狼です。それでは、はい、待機場に戻します。 それでは次の役職の方をお呼びいたします霊媒師の方をお呼びします霊媒師は踊りですねバップ踊りです霊媒師の方こんばんは本日処刑されました小松さんですが人狼ではございませんでしたそれでは待機室でお待ちくださいでは これから人狼二人を召喚したいと思います。30秒のお話し合いですね。人狼のお二人、こんばんは。それでは30秒のお話し合い開始でございます。<お>どうぞ。してすね、<S S ハムザさ、うん、動きすぎた。いや、書こうかな。次、占い先ハムザにして、どこかしようかな。まあまあ 結構、そのあれだよね。うん。あのー、初心者系だよね。そうだね<え>で。白囲いして、で、なんかその、<れ>ハムザーーがちゃんと喋ってゲームが進むから有利になった方がいいみたいな発言しようかな。オーケーあと、神崎お任せします。OK です。神崎は踊りさんかな。<laughs> はい、それでは終了でございます。マイクのミュートお願いいたします。あ、やっ神が。 ガンタでおしっこしていきます。はい,はい。では一回二人を待機場に戻します。あ、あえっとハムザは本当に三十秒で。襲撃オドリさんでお願いします。うんはい、襲撃はオドリさんでいきます。待機場に戻しまーす。すごいねこの映り方彼の待機室に戻しましょう。<laughs> <laughs> それでちょっとハムザさんねお手洗い行ってますので一瞬ここで皆さんとチャットで戯れようかなと思います。 <laughs> 本当に誰だよね小松さん召されてる小松さん人気背景も鮮やかだったねそうだね小松さん天国でよかったこれからどう続くのかなどうなるんですかねこれから今皆さん小松さんっていうすごい大事なパーツを村人たちはな、あのー、くしましたのでやっぱり棋士っていうのは結構もっといた方がいいですよね棋士占い師はそうですけれども、まあ、占い師はもう 言わずともですけれども占い師は絶対守っていった方がいいんですけれどもこれからですね鶴ちゃんが今ハムザを囲いに行くっていう風なさっき言ってましたねだからそういう動きがあるとしたら結構面白いことが起きるんじゃないかなと思っててで多分サハラさんが今占ったハムザを黒だっていう風に攻めていくじゃないですかだからそれがどう出るかっていうのが結構面白い展開になるんではないかなと思いますので。 えー、それでは早速ですね皆さんを戻していきたいと思いますので1番から戻していきますマネージャー2番鶴る3番ハムザ4番クラシナ5番踊り7番もも ハサラそれでは皆さん恐ろしい夜が明け朝がやってきましたマイクはミュートのままで大丈夫です本日処刑された人は5番踊りさんです それでは、一回、ビデオの停止をします。<laughs> ちょっと待って。<laughs> いるじゃん。<laughs> ちょっと、戻しましょう。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。ゲームに戻しますよ。知ってる人がいるので。では、ここからですね、4分間の話し合いが始まります。 皆さん、マイクのミュートをお願いいたします。ミントのオフですね。ごめんなさい。それでは、4分間の話し合い、今から始まります。どうぞ。はいはい。占い結果、いきますか、さっき。それとも、霊媒いたら。これ,、うん、れって、踊りさんが人狼か人狼じゃないかわかんないんだっけあのね、霊媒がいないといけないんだけど、なんか、<ー>若干、りさん、霊媒っぽかったよね。 踊りさん霊媒っぽいっすね。ね、霊媒っぽいっすよね。橋本幸太さんオフになっているマイク。え、占い先行きますか。これ面白いですね。どうなるか。ちゃん占い自称占い師じゃん。はい、大丈夫です。あの、誰だ。誰を聞いて。僕はハムズは占いました。あ、で、どうでした。え、サハラさんは誰占ったんですか。 俺,俺はハムザさんに入れてたから俺もハムザさんに入れた。占いした。占った。あ、わかりました。僕の結果からいいですかはい。僕は白でした。なるほどね。僕の結果は人狼です。え <laughs> じゃあ、これはどっちを信じるか。<laughs> 難しくなった。なるほど。なるほど。もう真っ二つに分かれちゃったね、鶴ちゃんね。なるほど。そう人狼だ。ちょっと一瞬僕に時間もらっていいですかちょすぐ終わらせん、どうぞ。 だから、ハムザさんが僕、人狼だと思ってて、聞いたら人狼だったんですよ。で、なると、これはもう、つるちゃんが確実に、もう、怪しいというか、もう、嘘をついている、もうも、そっちなんですよね。もう、元ともうそって言ったのをしてたけど、ハムザさんが人狼だったら、さっきのつるちゃんが最初に言った時にかぶせてきたのも、狂言師がつるちゃんの可能性もあるけど、逆に狂言師は、 さすがのあのなんかさっきルールルールを確認したときに怪しいなと思っちゃったからその判定に今目ぼしどつけてます。俺ははい戻します。あじゃあ僕いいですか？はい。まあ僕まあまあもちろんこれを結局どっちもそう見えるからそうなっちゃうんですけど僕目線だとまあサハラさんが完全にまあ僕と占い結果が違うし逆にまあ強人 なのか人狼なのか分かんないけど結構黒打ちするっていうのはかなりもう黒目が僕の中でああもうサーラさんだったら強人じゃないパターンかなっていう確信かなって思いましたね。強人だったら多分黒打ちはしないと思うんで人狼で占い師名乗ってて人に黒打ちしてじゃあこの人釣りましょうっつって。 違う人を釣ってるパターンなのかなって今思いましたね。なるほど、これはね、ローってクロてますかね。黒りだから、ン。要は、自分が人狼なのに、人狼じゃない普通の村人を人狼って言って、処刑させるっていうパターン。あそういう感じと思いましたりまくってこう書きます。ああ、これは、はい、どうぞ。えっと、どうも疑いのかかってるハムザです。ちょっとまあ、ハイリスクな動きをしてきたな、サハラさんがっていうのは思っていて、これはその、松く君が言った通り、かなり。 そのなんていうのかなてういい、ね、ギリギリの行為なんですけど<れ>一応一番最初に思ったのはえっと鶴くんが「僕占いです」って言ってサラさんも「はい僕」って言った時の結構手が震えてて背中をビビリ<ー>おビビりおびびり申し上げてるかなと思ったんで <laughs> 僕はちょっとまだ。<laughs> まあまあ僕は白なのでもちろんその危ないし寄りそういうなんか感じがするかな皆さんこれを作るんですよねこのはい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 いいですかはい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 いは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 いいは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 いといは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 いったはい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 はではいはい が出たから、僕的には超村寄りで、今超リードだと思うんだけど。その今疑われてるハムザに、あのピンポイントで黒打ちするサハラさんはかなり危ないなとか思って,て。だったら、ちょっとここで、まあ、僕とサハラさんローラーしていい。終了でございます。それでは終了でございます。では、四分間の話し合いを終わりましたので。 これから投票のお時間がまいりました。本日一番の方から質疑応答投票の順でお願いいたします。それでは一番マネージャー、どうぞ。誰よ、はい、えー、っと、じゃあ4番倉科さん。倉科さん4番、はい、マイクミュートお願いします。1分間の話し合いどうぞ。ちょっとあのここ、ね、私よく分からなくなってきちゃったんですけど。やっぱり分かってないっていうのは大事なんですね、はい <laughs>。どう思います <laughs> いや、今の。 原さんの話でででそうすすねねまあちょっと難しいよ状況が難しいですけど僕的には、ね、だからハムザ君の言い分をちょっと聞いてみたいっていう感じには思ってて、まあ、僕もちょっとそんなに人狼経験あの深くないんで正直上手に立ち回れてるかよくわかんないんですけど,なるほど、ね、まあそうですね明確にどっちかが苦労なわけで鶴ちゃん 佐さんはどっちか黒なんでどっちの言い分を侵入できるかっていうのをこの回でちょっとなるべくこれは、ね、人狼か狂人かがどっちかってことですよね多分ねそうですね<れ>そうですねマネージャーバカだなそれ以外のななるのかかでも <laughs> あーもあうんはどっちかはリアル占い師ですよね多分ね <laughs> はい終了でございます<ー>それではマネージャーさん誰を投票しますか ええー、じゃあ2番の鶴ちゃん2番の鶴ちゃん投票1ですでは2番鶴ちゃん誰に質問したいかお願いいたしますはいええー、じゃあ7番ももさん7番ももさんどうぞではそれでは1分間の話し合いどうぞはいえっとねまあ多分わかんないですけど僕に票が行っていくんであれば うん、僕がまあもう,もう死んでいくんであればもう遺言みたいなもんなんですけどこれもうみんなにあれなんですけど多分このターンであのこの占い先のハムザを精査しちゃうよりはもうだったら確実にいける僕とサハラさんをローラーで1回ずつやってやった後にまだそれでも人狼が残ってるんだったらハムザを精査するでいいと思いいところに出たぞ今の段階で なんかハムザーの精査よりも、だったら僕をこの夜に確実に殺すんだったら殺して次の夜では確実にサハラさんを殺してほしいって感じです。じゃないと結局僕だけ殺してサハラさん残して、じゃあサハラさんが人狼だったら結局もう終わっちゃうから、だったら僕をじゃあこのターンで殺します。だったら次の日は必ずサハラさんを釣ってほしいと思ってます。 終了でございます<ー>それではマイクのミュートをお願いいたします。マイクのミュートお願いします。それではつるちゃん、投票をお願いいたします。えー、まあ、じゃあ僕はさハらさんで。サハさん、一票お願いいたします。<laughs> それでは3番、ハムザさん、投票。あー、ごめんなさい、質疑応答誰にしたいかどうぞ。1>, 1番、マネージャーさんにお願いします。お願いしますそれでは1分間の話し合い、どうぞ。 こ,こ、ね、ですえーっといやこれもうめちゃくちゃ難しいですよね <laughs> 僕にちょっと見えちゃったこといろいろあって <laughs> はいこれをどうやってねこの、はい、えっとごめんなさい,い、ね、実はスムラなんですけどただのし白なですけど役職もないんですけど姉さんを僕は騎士だと思っているんですけどはい、はい <laughs> はい、だどなたを守りましたかっていう質問です。<laughs> あれ、マネージャーこれはダメだぞ、バカバカだから、どうどうどすんだろう。私は何もありませんよって言うのかこれなんだっって言った方がいい,いいのかしら、どうなのかしら、私それがいまいち。あれマネージャー。<laughs> あだもうこれで、えっと、ジンドーカカランサルタメいゾスのいます <laughs> え 人狼が誰を守ったかって言って次のターン攻撃できちゃうんであ,あ時間がない <laughs> 1分が終了ですそれではマイクマイクミュートお願いしますマイクミュートお願いしますマイクミュートお願いしますではハムザさん誰を投票しますか痛い痛いえっとー倉下さんで倉ラさんで1票お願いしますそれではミュートをお願いします では4番、クラシナスさん、マイクミュートお願いします。誰を投票、はい、あ質疑応答をお願いします、えー。質問は9番のサハラさんにしたいです。はい、それでは1分間の話し合いどうぞ。本年もよろしくお願いします。お願いいたします。早く分 <laughs> ここでまさか <laughs> あのお会いすると。今ちょっといろいろ話を聞、はいて。 なんかこの質疑応答を聞いてる流れで俺的に結構ハムザが怪しくなってきたんですけどもおいいね僕的にサハラさんがマジの占い師だってサハラさんを僕は信用できれば次ハムザを指そうと思います、えっと、でもハムザさんを指してもいいんだけどはい的にはもうるちゃん行ったなんだよねいいだからちょっとグルに見えてる、はい、あのはハムザさん1票入れて増やすより確実、はい、あのモモ,モモさんにるちゃんが、うん あの目回しをしてるのがうめえなって俺は思って聞いてたからなるほどそっちを俺に入れるんだって俺ね次なんだろう次の次の時死んでもいい今回は生かしてほしいいいムーブするチャンネルこれはいいムーブですよ村人殺しちゃっていいからって感じ最高じゃないですか終了でございますそれでは9番サハさんマイクミュートオンにしてください倉科さん投票お願いいたします うん難しいですね。まあ僕はじゃあ鶴ちゃんに一票入れましょうか。はい。それでははい。クラシナさんマイクミュートお願いします。では七番ももさんマイクミュートフーお願いします。誰を投票いたしますか。はい、投票ん？あごめんなさい。<laughs> 質問しますか。あどうしようかな。じゃあお話をしてない。 橋本さんで。橋本君では。はい。一分間どうぞ。これどう、誰だと思いますか。人狼。人狼だ。ハムザさん。とりあえずあれなんじゃないかなっていう。サハラさんの。うん、実は僕、あの。村人なんで。ああ、っていう感じ。うん、それ、それが当たってるっていうのと。<laughs> 多分、鶴久保さんが。あれなの気がするんですよね。うん、強人で。 これはだんだん面白くなって,きてますよ、えー。で、人狼探ししてたと思うんですよね。なるほど。なんで、適当に白か黒か言ってて、あーなるほどね白で言ってるのか。分回してなかった、ね、黒だった場合は、こいつ嘘ついて、あ終わったんごめんなさい、今タイマー、マー回す回されてなかったので、<laughs> あと30秒どうぞ。あと30秒。はい。 みんな白で言ってけばあれですもんね。村人はそうだって思うし、人狼はとりあえずよくしゃべる人がいしいですよね。結構面白くなってきましたよ、ただ。難しいな。もう人間不信ですね。こさんずっと嘘ついてる感じなんだで。そうそうそう。こいいつみたなそのの人 人だな人柄だな。終了でございます。ますそれでは、マイクミュートオンにしてください。ももさん、誰に投票いたしますかあれ、ももさん、誰に投票しますかすいません。あ、えっと、マイク。ごめんなさい。<laughs> い,いえ。<laughs> 私がミュートしちゃった。<う> <laughs> えっと、つるちゃんで。つるちゃんで。はい、それでは、マイクミュートお願いします橋本さん8番、誰に質問されますかじゃあ、倉科さんで。 くらしなさんでは四番くらしなさん次はい、どうぞ一分間ですはいなんかこれ村人のはいってどうするばい,いです、ねはい、いい感じですよねこの村人どうする何の役職もない村人今でも一断決されて何するのがセオリーなのかなっていう、はい、これ本当にマジでよくわかんないから聞いてるだけなんですけどまあ一番村人難しいですよねやっぱり立ち回りが、うん、まあ うんどうですかね、まあ、このターンでちょっと確実に怪しいところを一人ちょっと潰したいですよね、解かないとやばいと思うんで、そうそう流れ的には今、まあ、鶴ちゃん、人望的に怪しいってなってますけど、<laughs> <laughs> まあそうなると、そうなると、相原さんがまあマジの占い師だっていう気はするので、そう,でまあそうなってくるんで、どう当然。 ってなってくると今度じゃあハムザクも怪しいなっていうそうですよね。今はそう思わざるを得ない状況って感じありがとうございます。はい、終了でございます。それでは、橋本さん、投票の人をお願いいたします。久保さんで。はい、つるちゃんで。では、読んでお願いします。マイクミュートお願いします。サハラさん。 マイクミュートオフお願いします誰に質問されますか橋本さんでお願いします、はい、橋本さんそれではマイクミュートオフお願いします一分間の質疑応答どうぞ<す>ここはですねすいませんえっと、えーはい、僕も前回すごい初めてやっててちょっとわからなかったんですよいろいろこ、うん、の感じにすごい橋本さん似てて だ意外と聞いてることに嘘はないのかなって思っていてなんで僕は強人はもういねえんじゃねえかなってちょっと思っているほう、まあ、俺はもうつるちゃん強人じゃねえ気がしてきたおうまいねえー、だ,からだけどつるちゃんは確実にはついてるから、うん、人狼か強人かだったんだけど、うん、これはでもまあ言い切れないけどま 鶴ちゃんはとりあえず <laughs> いやもう絶対もう死ぬんだけども次誰に入れるかだよねこれもうセオリー的にはハムザさんしかいない <laughs> 僕の中ではい次に行くのはそうですね、うん、であとは強人動まあわかんないでもあとがど分かんないなでもいるのかなもう一人終了でございます<あ>それではマイクミュート橋本君ごめんなさいでは佐原さん投票お願いします ちちゃゃんんでではいいお願いしますでは本日処刑される人は2番つるちゃんでございます。それでは遺言をどうぞ。えっとねもう,、ま、もういっぱい言いたいことがあるんですけどまず人読みはなしでしょ。<laughs> 僕の人間性を読んで嘘ついてるみたいな発言はもう <laughs> ゲームになんねえんだけど。<laughs> いやとえっとまあ。 あの結構もうまあ僕的にはどうすればいいかわかんないですけどみんな覚えてるかわかんないですけど今回の朝に殺されたのは踊りさんで僕が初日に占いの結果を出してるのは踊りさんなんですねだからそれを神に言ってるってことは要はあまあ、僕目線ですよ、ね、僕目線だと占い師の佐原さんは <laughs> それで僕が出している、僕が真の占い師だとしたら、出している白先、踊りさんは確定,確定で白だから、神に行っている可能性が超高いのと、ない喋りすぎな人が怪しいっていうのは、僕は逆で、喋らないとゲームが進まないし、じゃあ、喋ってない人を黙々と処刑していったらゲームにならないから、ールこうゲームを進めるために、ね、裏のためにこう頑張ろうとしていたわけですよ。 経験者だ、ね、私は人読みされてるけどはい、はい、<laughs> まあだから、まあ、別にいいんだけどだただこの流れだとじゃあ僕が死んで佐原さんが真の占い師だっていう確定を作るのはかなり危険だから何にも確証ないし恨みがい、ね、もう完全に橋本航太の僕の人読み <laughs> あいつは嘘つきだからみたいな <laughs> 人読みで完全に僕が疑われ始めてるから恨みがいよそれで決めて佐原 <laughs> さんが真の占い師だって決めるのは明らかに危険すぎる。 っていうのを覚えておいてください次の日はサハラさんをちゃんと精査してくださいお願いしますではマイクのミュートをお願いいたしますでは本日処刑されましたのはツルちゃんでございますではツルちゃんが処刑されたにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいりましたそれでは皆さん再度待機場に送ります えーっとですね。はい。ではマネージャーハムザ、クラシナさん、モモさん、橋本さん、サハラさん。さあ、えー、配信を見てる皆さん。 ちょっとここで一回整理をしたいですね。鶴ちゃん、すごい遺言ありましたね。で、えっ、ー、と、ここでですね、鶴ちゃんが死ぬ前に一応カバーとして、うん、サハラさんにもう一度このね、怪しい目線を当てて、遺言を残していくという。私はあくまでも違いますよというふうに言ってるんですけどどうなるんですかね。ここであのー、 人狼のハムザくんがどう動くかがすごい大事じゃないですか。あと、サハラさん占い師なので、あのー、誰を占うかとかいう時点でも、うハムザは黒だっていうの分かってるので、そこをどうやっていくのか。そして、マネージャー、強人のマネージャーは今までちゃんといいムーブをされていないので、どういうふうに動いていけるのかっていうのが結構大事になってくると思います。それでは、また皆さん、えー、役職を呼びたいと思います。騎士の方はもう亡くなっておられますので、占い師の方からいきたいと思います。 田原さんこんばんは。それでは本日誰を占いますかえーっともう田代さんすいませんマネージャーでよろしいですかあマネージャーで <laughs> 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 はいマネージャーは人狼ではありません。はいですそれでは待機室に戻ってください。今この人普通にマネーージャー っってて言言わずに田代さんって言いまましたね <laughs>、まあいいでしょう。で、霊媒師の方は、オりドリさんも処刑されましたの、ね、で大丈夫です。それでは、ここから人狼の方一人を呼びしたいと思います。はい、ハムササさん、こんばんは。30秒でございますので、ここで人狼誰に、誰を襲うか教えてください。はい、今回もお願いします。マネージャーさんでお願いします。マネージャーで はい、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい。それでは待機室に戻ります。はい。それではこれで皆さん、それいましたので、一旦皆さん、呼びしたいと思います。ただ、ちょっと人数が少なかったので、考えられるっていうのもありますので、少しだけ置いてからいきたいと思います。皆さんのコメントを読みますかね。つ <laughs> るさーんって結構、つるちゃんを。 名残惜しく思ってる人いますね。ただ、鶴ちゃんは人狼でございますよ。皆さん、下の方に書いてあると思いますけれども。人狼、ハムザー、鶴ちゃん、強人マネージャー、占い師、さはらさん、霊媒師、小鳥さん、騎士小松さんでございました。難しいですね。でも、これからこの話してない組ですよね。えー、っと、が2人います。あ、3人ですよね。ももさん、倉科さん。 橋本さん3人がどういうふうなあの話し合いに参加していくのかが大事だと思いますので、はい、それでは皆さんをお呼びしたいと思います。1番マネージャー3番ハムさん4番クラシナ。頭のさだけじゃなのキャラソ<番>ってるモモ。8番<ー>橋本さん。 9番暮らしなす。ああ、ごめんなさい、さハラさん。レレ遊びはい、それでは皆さん。お <laughs> ろしい夜明け、朝がやってきました。本日処刑された、襲われた人は、1番マネージャーです。それでは、こちら、カメラを、ビデオを停止します。 それでは、こちら4分間の話し合いを始めてください。皆さん、マイクのミュートをオフお願いいたします。それでは4分間、どうぞ。はい。マネージャーに行ったか。なんか、もう完全に、あの。完全に。これは。 はいはい。ごめんなさい。僕はターン目で大変なミスをおしてしました。どうしましたデバイシーです。デバイシレデバイシはオドリさんじゃなくてハムザさんはジニア。何で僕目線はサハラさんは人狼は確定していて。 お、ここが人狼いいねハムザ、ハムザの後ろにいる彼ちょっとえっと僕占い師です滑り始めてきたなはいで僕今日マネージャーを占ってだんだん滑り始めるエリカ氏の萌えジニアでマネージャーは人狼じゃなかった俺死んでるエリクはでマネージャー人狼じゃなくてでこの状態で要は村人まあ狂言って可能性はエリクはやったことは悪くない昨日あるけどまあ マハムザ、ハムザ、ごめん。聞こえないからさ。うん他の人の話し声入っちゃった。僕はハムザ、ごめん。他の人の話し声入っちゃってるんで、ちょっとすみません。えっと、僕はあの2日目かなハムザさん、占ってハムザさん新人狼っていうのはもう占いで出てるんで。 うん、プルちゃんがいなくなったのが、まあ、人道だと思ってる、狂言ではないと思ってるんけど、るどね、ハムザさんが人狼なのは2日目の時点で僕はもう占いに出てるので、んもう確実にこのターンでハムザさんがいなくなれば、んん多分、 村人の落ちな気が手あげますよこれでどうぞ浜田はどうなんでしょう霊媒師なんですけど鶴くんは人間でしたなんで佐原さんは人狼ですこれもねループは投票で死んであの人が人狼だったか人間チームだったかがわかるっていうのが霊媒師なんですけど鶴くんは人間でしたなんで佐原さんが 雄弁に語ってらっしゃるのが嘘です。えー。冷媒はなんでこのタイミングで冷媒っていういや、ちょっとめちゃくちゃミスっちゃって。でもねこれだって僕占い師って、もともと僕めっちゃ疑われてたって感じですか。まあまあまあ、そうです。そうですま僕から転がせただけで。 なるほど結構あれだね。難しくなってきたね、このポイント。場所動物。4。でも僕が多分死ねばハムザさんは得するんですよね、多分。そうだね。うまいですよ、今これ。まあ逆もまた、怒りですけども。けど、どっちを殺しとくかで、ですけど。まあ、じゃあ、えっと、僕このターン死んでもいいんですけど。 次のターンまで続いてたときは、さラさんはもうじゃあ次行っていただいてって感じ。いや、もう遅いかな。いや、もう遅いか。う3人残れば、うん、村人 <laughs> 橋本君がもう完全に。橋本んがもう完全に疑ってます可能性もあう一度、だって人ハムザさんだから。う,うん、可能性としょううんては。はい、シ 終了でございます。皆さん、マイクミュートお願いいたします。<ー>はい、はい、それではこちら、えっ、ー、と、3番からですね、質疑応答のお時間がありますので、質疑応答3番のハ,ハムザさん、ごめんなさい。えっ、ー、と、今、噛んだね、ごめんね。ハムザさん、誰を指名しますかいや、もうでも正直質問って難しいですよね、このタイミングで。はい あじゃあ、橋本さん、橋本さん8番お願いします。それでは1分の質疑をお願、はいしま、ね、そんな全然細かいことは聞かないんですけど、どうですか進路 <laughs> 初めてって伺ったんで。<laughs> でもなんか奥が深いですね。<laughs> <laughs> 誰かは嘘ついてますからね。なるほど。太平洋どういうふうに見えてるとか、まあ、全然その僕が疑わしいとかも含めて全然しゃべってもってですけど僕,僕は完全にハムザさんですね。 さん人狼で、でももう一人誰だろうみたいなところになってくるんですか、ね、僕の中ではですけど、いや僕の感想は、まあ、まサハラさん、なかなか前回の人狼から掴んだのだなっていう感じが見えます。<laughs> なるほど。<laughs> はいまあ、でも、これが人狼ゲームです、はい。楽しみましょう。以上です。<白> <laughs> <laughs> おっと、彼また出てきましたよ。 終了でよろしいですか大丈夫です。はい、それではマイクミュートね、あ、ごめんなさい。投票をお願いいたします。こはさはらさんでお願いします。はい、さはらさんお願いします。橋本君、ごめんなさい。マイクのミュートお願いします。それでは4番、倉ラさん、マイクのミュートを振ってください。はい。それでは誰に投票したいですかあ、投票じゃない。ごめんなさい。質問,質問。うん。 うーんどうしようかなうじゃあそうだなハムザーくんではいそれでは1分間の話し合いどうぞこれね結構霊媒師なんですよねだからこれはそのちょっと俺もなんかもうこんがらがってきちゃってるというかあのもうパニックなんですけど <laughs> 似た目のその ミスっていうのはどういう。ういうですかあの今日パッとほう、霊媒師ですっていうふうに。あ、もっと早く言えばよかった。言うべきだったんですけど、なんか噛まれるのが嫌で、人狼から、えっと、ー襲撃されるのが嫌で。あの、市民ですっていうのを言ってしまったのが最大のミスです。うなるほど、これを誰まで立証させるかどうかだよね。結構難しいんじゃないですか。皆様、ね。はやはりい。 普通に考えると今んところハムザ君が一番怪しいってなっちゃってるんで全然大丈夫です、まああの。ゲームは続きます。<laughs> まあそうだよね。まああのお待たせしま重要なですわかりました。はい、して終了でございます。それでは投票したい人をお願いいたします。うん、まあ。しょうがないですね。ハムザ君で。それではマイクのミュートをお願いいたします。 7番ももさんマイクのミュートを振ってください誰に質問いたしましょうか、はい、うん、なんか完全になんかこう分かれてる感じがするので一応仲間かなと思う4番の

うん。もうなんか怪しいんですけど。<laughs> そうですね。うん、一応怪しいんですけど、この二人。は。多分人か。か人,多分人狼サイドかなみたいな。そうですね。思ってて。なんか。狂人。 しいですね、そもそもなんかこの人狼に慣れてる人たちってやっぱ怪しく見えますよねなんかなんかそれなんか分かりますよね <laughs> なんかそうなんですよねだからすごくあの今あの僕らはすごく本当に一般市民なんだろうなっていう安心感のもとに僕も二人を疑って状況ですねうんそんな感じしますよね,、うん、ですねありがとうございますはい終了でございますそれではももさん投票の方をお願いいたします。はい、投票はハムザ,ハムザさんに 一入れますはい、ハムザさん、もう一票お願いいたします。それでは、もうさん、マイクのミュートお願いいたします。8番、橋本くん、お願いいたします。それでは誰に、誰でさか佐原さん。さんね、はい、それでは、1分間、どうぞ。こ<れ>橋本くんはもう完全分かってます、ね。もし今、ハムザさんを、あ、もし今っていうか、あれなのか。ほら。で、つ続いた場合、 そういっい、ね、た場合は続き話合、ね、僕はその2日目で浜田さんが人狼ってことだけは分かっていてル、うん、ちゃんがさっきあったどと人狼かどうかは分かってないあ<ー>、うん、ただ怪しいのは僕が占い師だって言ったことを彼が否定しているというか彼も占い師だって言ってる時点で嘘をついてるから、うん、強人か人狼だと俺は思っているって感じですなるほどみんなみんな 何だったんですかね何だったんだろうなんかマネージャーさんはあるじゃないですか多分岸だったんですかねおお、うな<で>いですよね。雰囲気はね。全然違うね。オードリーさんが霊媒師だったと思うんだ、<laughs> やっぱり。あ,<ー>あそこあってるね。なるほど。終了でございます。それでは投票の方をお願いいたします。ハムザさん。はい、ハムザさん。それでは、サハラさん、マイクのミュートを振ってください。 はい。では、失業と、倉科さんでお願い、倉科さん4番。はい、それでは1分間の話し合いどうぞ。はい、と、もう、あの、僕がハムザさんに入れれば、もう、というか、まあ、うん、ハムザさんになるんですけど、うん、もう、これで終わりなんですけど、うん、改めて俺を言いたい、この、<laughs> <laughs> なんか、倉科。 クラシナさんは僕をなんか信用してくれていた感じがあって、これすごいね。<laughs> なんかそこがブレるとなんかみんなも疑ってた気がするぐらいな雰囲気でなんか、クレジット。まあそうですね。すねなんかまあでも僕もそんなにあの慣れてるわけじゃないんで、単純に多分やっぱ鶴ちゃんとかハムザくん多分結構やり慣れててもう鼻からちょっと怪しく見えてたんですよ。ああでもそ,うう、ね、<laughs> その真偽はわかんないんですけど。ね、っていうところもあったので、まあちょっと僕あの。 まあそういう入り口から確証を取ろうと思って僕は佐原さんが本当のことを言ってるかなっていう方向にまあなるべく話を振ったんですけどなるほどなるほどだからまあ今日で決着つきますよね多分これでそこがそう,、ね、そうだと思ってますはいありがとうございますはい、はい、それでは終了でございます佐原さん投票の方をお願いいたします浜ラさんでお願いしますはいそれでは 処刑される人はハムザさんです <laughs> 遺言を遺言をどうぞえーまだまだゲームは続きますので次の投票を誰にするかぜひご検討くださいそれでは皆さんこちらゲーム 終了でございます。村人サイドの勝利でございまーす。それでは皆さんですね、一旦ビデオ開始いたしますので少々お待ちください。すみません。ではそれでは一旦お待ちください。喋ります。こちらごめんなさい。少々お待ちください。マイクの身音おままお待ちください。 それでは、だ、これから役職の方を発表したいと思います。役職、まず、占い師。9番、さはらさん。<laughs> 霊媒師。5番、踊りさん。騎士。6番、小松さん。 狂人。一番。マネージャー。人狼。二番。鶴。三番。ハムザ。 それでは乾燥戦の方を始めたいと思います皆さんマイクのミュートを <laughs> お願いします <laughs> <laughs> お疲れ様でしたいやいや <laughs> いやいやもうね僕占いで太鼓がサハラさんかと思ってしまったなぁと思い <laughs> でしたね こんな、僕が呼んだももさんと橋本にこんなに裏切られると <laughs> <laughs> 信,信頼がなすぎる鶴君はめちゃくちゃ嘘つきだと思われているということがよくわかりました。 でも、あの面白かったですね、鶴ちゃんのあの遺言がめちゃくちゃ面白かったね。いや、もう人間否定みたいな感じで言われるとね、みたいな超事情だったっていうね。怒らなくなることないと思うんですよね。疑いなくなるだけでね。ハムザが言ってることが正解かもしれないし、最近、これでコメントでも言ったんですけど、よかった、なんか友情じゃなくて、 みんな人間不信になるんじゃないかなみたいな感じのコメントいただきましたので、<laughs> そのでね、もしかしたらそうかもしれないね。<笑><笑>ただ、なんかやってて面白いかなと思ってますし、なんか面白いなと思ったのが、つるちゃんがよくしゃべるなっていうのを、よくしゃべるなでカバーする。<laughs> どういうこと<ー>もっとしゃべってカバーするっていうのがすごい良かったなと思うので。

<laughs> 僕の敗因完全に後輩だからで、騎士殺したことですよね。めっちゃミスった。<laughs> <laughs> 最後言わなきゃダメでしたね。役職あ。あ,あれは言った方が良かったです。<laughs> うん、それも間違えた<ー>いとな。でも、なんか、後から見てて、倉科さんもやばいっすね。すごい、こう、うん、取り込むじゃないですか。 <え>も,もし倉ラスさんが人狼の時マジ怖えなと思う。<laughs> めっちゃ怖いわ。いやそんな綺麗だから。<laughs> そんなこと市民さんと言えないですよ。<laughs> ね,ねなんか嘘つかない人みたいななんかもう貼られてるじゃないですか。うんうん、いやそんなことない。<laughs> <laughs> いやー面白かったですよ、見てても、あのコメントの方でも面白い面白いともいただいてましたし、まああのここ面白いのは、あのマネージャーが本来、強人だったのに、なんかすごい騎士ムーブをしてて、最後、本当に騎士だと思われるっていう、謎の騎士に見えちゃう結構、橋本君が強人だと思ってたな。 カムザが騎士だと思ってたもんねこれはかなり騎士だと思ってて、ね、まああとあの騎士ですよねっていう質問は全然その <laughs> 自分は人狼だったんで不利な質問をしてしまったんですけどいろいろ結構ミスが立て続けでしまいのはあ そういえば霊媒師でしたっていうのがめちゃくちゃ面白かった。俺はみんながざわざわざわしてくれればなという。めちゃくちゃ笑いました。ざわざわしてくれればって気持ち。原さん、つえいやなんで僕は殺されなかったんだろう逆に。いや、それはね、もう完全に今までの人生とあれですよ人、人望ですよ、人望。いや、違うてあの、鶴ちゃんとハムザさんが僕をすぐ。 危ねえなこいつって多分一番思われると思ってたから、うん、なんで僕を生かしてたんだろういやなんかさすがにあの橋本君みたいにその僕の人間性で精査がつくとは思ってなかったんですね僕だから2人ずっと生きたまま <laughs> 僕らは夜の時間に買っていけばいいやと思ってたんですよ残しで。 そしたら案の定、もう僕が死んでもさーらさん全然疑われないから、もうなんかつらい <laughs>。もう多分、僕、本当の普通に占い師になった時にも多分、誰も信用してくれない<ー>そういうことだよね。<laughs> だから、どう話すかが結構難しくなってくるよ<や><や>うな意外と黙ってても生きてやれたんですね。そそうそう,そう,そう だから、こう、見てて、ずっと黙ってて、質疑応音の時だけ喋るっていうのも結構実は友好的な手段で。<laughs> 皆さん、そうです。うん、だから、そうね、あの4番、倉科、うん、君、7番、ももさん、8番、橋本耕太みたいな感じのムーブもまあよかったんじゃないかなと思いますので。うんうん